はい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 、どうも始まりましたよ、ゆうごとと TV。 ジョーさん、コメントありがとうございます。あとチャンネル登録もありがとうございます。ちょっとサボらないで毎日配信できるよう頑張っていきたいと思います。多分明日は配信できませんが、レッドブルエアレースを見に行くんで。はい、ということで早速本日のレアを読んでいきます。今日でこの若いうちにやっておくべきこと、こちらのカテゴリーの最後のお題になります。今日のお題は、青春を満喫して自分の根っこを広げておく、こちらのお題を読んできます。今日も一緒に共に学びましょう。それでは、一生に一度だけある青春時代は若い時だけの特別な時期です。お金こそはないものの、時間と自由があり、体力も元気もあります。これほど生きるエネルギーが延々と燃えている時期はありません。青春を満喫するという言葉がありますが、一度しかない青春時代をいかに満喫するかで、人生がガラリと変わるのです。たくさんの挑戦や失敗、人との出会いと別れ、恋愛に燃えて燃え尽きる、スポーツに汗を流す、学業に励む。こうしたことをどれだけやっていたのかで、後の人生は驚くほど変わるのです。自分の色の濃さが深まり、人生の深さも変わります。青春時代は自分なりの満喫の仕方でパワーを爆発させてください。爆発させても若い時期であればすぐ立ち上がることができ、また爆発さえも許される特別な時期です。私の場合は高校2年から勉強が好きになり、猛烈にするようになりました。当時の大学受験は苦しいながらも楽しく、いつも勉強をしていたものです。その代わり、勉強以外はほとんどしたことがなく、カラオケや遊びに出かけるということもほとんど記憶にありません。友人と一緒にプラプラと街を歩いて楽しむということは数える程度しかありません。それより勉強が楽しくて仕方なかったのです。学ぶことの楽しさを知り、本当に勉強が好きだったから、勉強そのものが遊びになっていました。私の場合、学業に青春を燃やしたタイプです。たくさん本を読んだり、何かを追求したりすることで考えることが癖になりました。学業の範囲を超えて、人生についても考えるようになり、今のようにたくさんの文章が書けるようになってきました。不思議と青春時代が私の根っことなり、今の私という木を支えてくれています。今の私がいるのは、青春時代に学業を楽しんだという根がよく伸びているため、安定して立っているいられるわけです。青春時代は根を生やして大きく深く広げる時代です。木が大きく伸びていくには、それだけ根っこがしっかりしていなければならないのです。若い時期全体が根っこという揺るぎない土台をしっかり作る時代にあたります。自分のやりたいことをやって青春を満喫しておいた方が、人生が楽しくなり面白くなるのです。今日の格言、若い時期に自分の根っこを広げて土台を作っておく。なるほど、これは間違いないね。若い時期に自分の根っこを広げて土台を作る。これは別に若くなくても今でも年齢関係なしに、何か趣味でも、なんか熱中できるものを作った方がいいとよく言われますね。何でもいい、仕事に全然関係ないことでもいいから、何か趣味を持っているとそこからつながりができたりとかもするし、なんかまた新しいアイディアが広がるんじゃないですかね。はい、ということで本日も勉強になりました。また明後日かな。はい、どうもー。